調子。時刻は3時になりました。おしのすけさん、お疲れ様でした。2024年9月17日火曜日、この時間はアナのオールナイトニッポンゼロをお送りしていきます。お疲れ様です。おしのすけさん、お疲れ様でした。この後番組にクマプロが来ます。はい、調子来るで本家って女子って言った後何を言うフォーマットなんでしたっけこれ。熊プロさんのやつ女子ってなんか言ってたよね。女子って呼んでその後になんか女子なんとかやでって女子なんやっけ女子忘れてもうたわなんか言ってたはず。なんか女子教えてなんて言ってたか教えて女子なんやっけ女子忘れてもた そういう時あんのかな。言おうと思ってたの忘れちゃう。女子なんやっけ面白いけど男子って呼ぶ時あんのかな。男子っていつもね、クマプロさんはいつだって女子の味方だからね。女子って、ね、女子になんか忠告すんのよ。確か忠告を多分すんの。あそこ忠告って何なの本当忠告してくれるのめっちゃ女子の味方クマプロさんは。でもなんかそれぐらいしか知らないその女子の味方だから。クマプロさんのその何細かいことは僕はあんま知らないですね。みんなどうなの知ってんのかな。なんで芸名にプロレスって入ってるのかとか、どういう流れでこう芸人さんになった目指したのかとか、出身とか何歳とかマジで何も知らん僕。正直本名とかも知らないですね。プロレスがもう本名だと思ってましたし僕的には。だから何が言っていいのかもわかんないし、下の名前何なんだろう。なんかこういうのってさ、もう側室っていうかなんていうの、ファンの人だったら知ってたりすんじゃん。そういうのもあんま聞かないよね。なんかバカリズムさんとかがさ、こうマスノさんって呼ばれてたりさ、R指定さんとかが野上ってなんかこっそりファンの中で呼ばれてるみたいな、かファン呼びたがるじゃん。ファンってなんかやっぱそういうのあんじゃん、違う呼び方したくなるっていうか、俺らだから知ってるみたいな。なんかそういうのがクマプロさんには何一つない。もう誰も自分のものにしないクマプロさんをみんなのものみたいな感じじゃん。そうそうそう、あ、粗品をさ、こう佐々木って呼んだりするじゃん。こう聖夜を石川って呼んだりさ、なんかそういうのがなんかあんまないよねって。みんな知ってる、僕が知らないだけかもしれない。正直会話があるかもしれない。だからちょっとそういうのも知りたい。本名何っぽい？熊本ガチでしょ。熊本女の子だもんね。プロレスだから繋がってんのかなって。なんかプロレスプロ、熊本プロ、熊本プフ、何プロレスでしかないもんな。熊本普通に優香とか、熊本優香、合ってそうじゃない。ちょっとなんか結構さ合ってそうな気がする。非公表かもわかんないし、非公表だったらあんまこういうのもあんま良くない正直もう僕的にはまあでも興味ないわけではないの。そう、みんなさっきも言ったけど、みんななんかこう気にならない、そう、何も気にならない、その熊本さんのこうなんかそのバックグラウンド誰も気にならないぐらい、あのそういう見た目してる。熊本プロですですって言われても、あ、そうですかって納得できんの。何なんだあの説得力。そう、興味ないんじゃなくて、それを説得さできるなんかなんだろうな、絶対感がありますね。だから今日はだからそこをあえてディグルっていう回にします。だからあのみんなも気になったものは聞いていこう、うん、熊本さんが OK な限り。
答えてくれると思うんで。はい。で、くまプロが来る前に一個お知らせがあります。女子、聞いてもうこれさ、野田クリスタルみたいに泣き声。もう、でっかいエビでーす。釣り革に捕まりたくないよと一緒。もう僕の発声の仕方は。まあ女子じゃない人たちも聞いてください。お知らせです。アナのオールナイトニッポンゼロ、パジャマ作ります。はい。この番組ね、まあ、グッズなんか作ろう作ろうってずーっと言っときながら、何も作らずここまで来て、そしてついに動き出すことになりました。番組グッズ第1弾、パジャマです。はい。結局パジャマかいという。絶対みんなさ、口だけだと思ってたでしょ。こう、作る作るって。いや。パジャマ作るよパジャマ出すよ。はい、もうこれは決まりました。決まったことなんで、もう。もう取り返しつかないとこまで来てます。はい。あんだけこのパジャマ言って、なんか、なんだいっす。何欲しいっつってパジャマが結構上がったんだよね、確かみんなで。僕的にも、まあ、パジャマ結構着るタイプの人だし、これを僕しかいないだろうみたいな言ったら、須田将暉が先に出してるとか言ってうだうだしてましたが、どう考えてもパジャマしかないという結論になり、いろんなのあったけどね。まあ須田より僕じゃない、パジャマは。まあ須田くんはめちゃくちゃ古着好きですけど、で洋服にも超こだわりあるけど、まあ、僕もパジャマにおいてはこだわりますせという。でまあできたら須田まさきにも送ってやるよ。須田のとこにライブお疲れねえ、だからちょっと2着送るよ、ななちゃんにご夫婦に。はい。でまあこのパジャマですが、まだ何も決まってないんですよね。パジャマ何もしてねえじゃん、じゃあもう取り返しつかないですとか言って全然戻れる全然今日言わなきゃ戻れたまあでもパジャマの形だけなんとなく決まったのかな、決めましたね。先々週の放送終わりにこう知らない女子が話しかけてきてパジャマの形だけ決めてくださいって言ってきた。誰だこいつと思いながら、誰ですかとか思いながら、急にもう女子今決めてってもうじゃあクマプロじゃんっていやもう本当全く知らない、その営業の子かな、可愛らしい女の子がパジャマの形だけはちょっともう決めてくださいってことで、いろんなサンプルもある中からこう僕が選んで、ここのラインはちょっと守りたいみたいな、この素材でどうのこうのって、中にもう須田将暉のパジャマもあったわなんかサンプルの中にミサンガのやつですか、そうあったりして、うん、あの生地めっちゃいいね、須田くんのやつ。服だもんね、あれちゃんと外に着ていけるタイプのやつだね。うん、まあ僕はそのEラインというか、まあ寝ることもできるものにはしたい、正直。こう寝るのこうパジャマガチ勢としては、はい。で日本放送のパジャマをこう管理する女子と形だけは決めたので、あとデザインです。デザインはちょっとまだ決まってなくて、どんなパジャマにしたいか、まあリスナーのみんなと作っていくのもいいので、メール送ってほしいなって思います。でこの後クマプロも合流合流というか、その話し合いに合流ってわけじゃないんだけどチームにじゃあいるじゃん、もうチームに勝手にマグマプラとも話し合う全然パジャマを作るためにクマプロさんを呼んだわけじゃなくて、パジャマのことを話すタイミングにたまたまクマプロが来たので、こう必然的にそうなるっていうので、まあクマプロさんにもこうちょっとデザインどんなのがいいかとかも聞きたい、正直。パジャマそもそも着んのかねというとこもあるし、うん、この後どういう格好で来んのかなって。この間たまたまテレビ局だった時は、なんか
麦わら帽子、なんかこう麦わら帽子をすごいポシェットみたいにぶら下げてた、こうブランって、もう前に来てた。不思議な、なんか私服なんだなと思ってる認識なんで、僕は今日どんなかっこよくかわかんないですけど、じゃあ楽しみです。はい、じゃあ今週も始めていくぜ、アナのオールナイトニッポンゼロ。生放送ですので、番組ではラジオを聴いている方からもメールで参加してもらいたいと思います。リアクション感想メールをお待ちしています。受付メールアドレスは ano@allnightnippon.com ano@allnightnippon.com ano でアノです。 X はあの ANN0 でたくさんつぶやいてください。さて、この番組はライブ配信アプリの17でも、東京中央区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。17のアプリをダウンロードして、オールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで、誰でも簡単に無料で見ることができます。オールナイトニッポンゼロ、ぜひ17でもお楽しみください。ここで一曲、マイヘアイズバッドで、ただ
日本放送をキーステーションで全国ネットで放送中、アナのオールナイトニッポンゼロ。アナです。今夜のゲストに登場していただきましょう。クマプロです。どうも、熊本プロレスです。女子夜中やでデカ盛りのカップ焼きそば食べ始めやデカ盛りのカップ焼きそば食べ始めやってそんな言う、あんま復唱してほしくない。忠告だ忠告だ。なんかね、何言ってるかわからないっていう風にあのちゃんが、うん、そのいつね、同じ何言ってるか僕はだってプライベートのイメージのが強いからな。確かにそう、うん、そうですね。お仕事裏のオフのおじゃますしかわかんないからいや、そうなんですよ。だからあのリスナーさんとかは多分私のことね、多分知らない方多分多かったと思うんですけど、うん、そのオフのところばっかりするから私は結構ね、こうやってね、声をね、大きい声で喋ってってやってるのに、うん、ちっちゃい、すいませんすいません、ずっと謝ってるだけの何かしだかしてしてかしてる人みたいな感じでモノマネをしてくれてたからそっちのイメージのやっぱある。僕は初めて、うん、はい、ロンドンハーツのスポーツテストみたいな時に紅生姜さんがいて、はい、もちろん存在も知ってるし、もちろんネタも見てたけど、ありがとうございます。初めて会って、僕さ、アーティストも全部そうだけど、会わないと好きになれないんですよ、その基本的には。あ、ちゃんと、うん、で会った時に面白くて、うん、あ、嬉しい。でもやっぱなんかね、なんか振られるじゃないですか、ヒロシさんとか淳、はい、さんでなんかやるんですよ、はい、もうここしかないから、ここしかないっていうか違う、爪痕スポーツしに来てないじゃないですか。爪痕としてはもう、はい、もうズバッと芸人は、ね、そこしかないからもうやるんだけどその後やった後に絶対すいませんすいませんって言うから、それがすごいもう記憶に残っちゃって僕は。私そんな謝ってないじゃん。いや、マジで気づいてないと思って、めっちゃ謝ってるんですよ。その謝るってことうまくいってなかったんですね。なんかそれ恐縮しがち。うん、やっぱ癖になってもうてるのかもしれないですけど、うん、でもほんまはそんなことないんですよ。結構本当です。堂々としてますから普段から。でもスタジオ入った来る時も、うん、なんかお邪魔するすみませんみたいな感じだったじゃないですか。私すいません。言ってるよね。言ってますよ。だからさ、夏さん家でもさ、はい、夏さん家にはさんま御殿の後かなんかで、ね、そうあったんですけど、はい、その時も後から来てくださって、はい、その時はお邪魔するみたいな、お邪魔しますすいませんとか言ってたよ、ずっと。わあ、よくないね。じゃあその気持ちこもってないすいませんがもうそのイメージが僕はすごい強い。それでそこだけをモノマネ、やっぱその私ね、あんまりそれ締める時あれですけど、やっぱモノマネしてくれたら女子のやつをしてくれる方が最初多いから、うん、すんませんのキャラではやってないから全然女子よりそっちでやっちゃってた。あ、でもありがとう。いや、モノマネめっちゃ似てるっていう風に。どうですか。いや、そう、私は似てないと思ってるけど、それはね。いや、でも、うん、そうなのよ。僕も別に似せるつもりじゃないっていうか、なんかモノマネのつもりでやってなかったけど、はい、うん、エピソードで、そう、確かその、うん、夏さんと餃子食べた話をし、はいはいはい、ここでした時に、うん、なんかめっちゃ似てるねみたいな感じじゃなくて、みんななんかちょっと似てるみたいな、なんかちょっと似てるかもみたいな、なっただけ。模写が上手いってことですね。でもその自然喋る時の、確かに、なんかなんとなくじゃない。だから本当一番微妙なラインでやらせてもらってます。さっき聞いてて、だから野田さんともほぼ一緒なんやっていうのが、トーンが野田さんとほぼ一緒、ね、うん、でそう、夏さん家で餃子を食べました。いや、めっちゃ美味しかったですね。ね、めっちゃ美味しくて、いっぱい喋れましたよね。いや、そう、だから初対面で、うん、初対面の人とね、喋る内容じゃないぐらい結構深いことを恋愛でしたね。そう、恋愛のことをね、結構聞いて。夏さんもだいぶディープだったから、なんか夏さんのなんか極秘音源みたいのめっちゃ聞きましたよね。二人でこれってあんま言えない。これもちろんね、それちょっとね、聞かしてもらって、うん、聞かしてもらって、その話させてもらってね、うん、そうでもすごいなんか聞き上手な方だなって思いました、熊プロさん。あ、そう、うん、あとやっぱ自分のその、うん、
お話もセキララに話してくれて、うん、僕だけがもう無傷で帰った気がします。別にその傷ついてはないで、別にその過去の話ね、うん、でも過去 の、 その恋愛話っぽいしてくそうそう、まあ、まあ私はまあ今日思ってるのは結構喋ってることが多いかなっていうのもあるけれども、うそうだからその強さ、うん、うん、あれ、あ、帰りね、あとそこからタクシーもあの奢っていただいて、ね、違う、なんかなんであなたか僕あんま覚えてないんですけど、いや一応だからそのあのあれやね、だからその あのちゃんの方がその奥に奥で、か、か私の方が先降りるみたいな流れでもあったから、なんか一緒に乗ることになっちゃったんですね。そうそうそう、なんか、なんか別に別々でよかったけど、すごい、あ、いやそれはね、でもなんかやっぱ私も初めて会ったから、うん、そのでまあ一応そのざっくり言うと方面は一緒やった、ざっくり言うとね、うん、一緒だったからっていうのもあって、僕はなんかあんまりあの方面とか分かんなくて、その、うんうん、土地感があんまないので、うん、なんで乗るんだろうって思ってたのこいつ、え、こいつなんか乗ってきたやんと思っていや、そのちょ、もうちょっと忘れとか言って一緒に乗ってきて、それはあれ、その、まあ、方面もあるけれども、そのもちろんね、その方面というよりはなんかもうちょっとね喋りたいみたいな感情が一個あるよ、もちろんね、そのあ、それは嬉しい、そうそうそう、なんかあの安く済むから一緒に乗らせてくれよってじゃないよ、もちろんね、いや、もちろんもちろんそうですけど、そ、ね、そうそうそう、でもなんか話したことも何にも覚えたな、僕タクシーで、いや、でもそれはあれよ、それこそそのあのあのチャンネルよかったらなんかやりたい企画とかもしあったら、うん、なんか言いますよみたいな言ってくれて、それはで私があのちゃんとツイスターゲームしたいねって言ったら、それはやらないですって言われたやりませんって言われたえ、何ゲーム？ツイスターゲームね、その、まあ、全然やらないでしょ、え、言ったそんなこと、いや私ツイスターゲーム大好きで、もともとずっと言ったっけ、そう、でも最近そんなね、テレビでツイスターゲームやるとかもないし、うん、そういうそうでいうのもあるったから、なんかやりたいことあるかって言われてパッと浮かんだのがね、その時にそう、じっくり考えたらあれやけれども、うん、提案してくれたのに、うん、やりませんって言われて、やらない、やらない、呼ばないです、やらないですそう、その時はね、うん、だから私、あ、じゃあもうちょっと考えてくるねって言ってうん、それはあった、いや全然やりましょうツイスターゲーム何ツイスターゲームって、だから世代的にも多分やったこともない、うん、わかんない、何、いや、そのなんかその海外のね、もともとゲームで、そのなんていうの、下になんか シートみたいなで、なんか赤色の丸とか黄色の丸とか青の丸がその規則的に並んでて、そう、あのルーレットで赤のエロいゲームですよね、そうなってもうたのよね、そのそうなったのよ、なんかそんなんじゃなかったのね、もともとはパッケージとかでは子供とかが遊んでる絵やね、それほんまはね、子供がやるゲーム、そうそう、やったのにいつからかそういうゲームになってしまったから、そうそう、じゃやりましょう、じゃあぜひ、本当？はい、もうそのプライベートではね、やりませんとか、まあ、いつもの僕みたいに言ってましたかもしれないですけど、うん、あのやりましょう、あ、じゃあぜひ、あのチャンネル地上波になるので、そうはそう、聞きました、ぜひ一発目ですごいそれやりましょう、いや、一発目は一発目ではない、一発目ではないかもしれないけれどもでもや全然いいじゃないですか、うん、なあれ何ルール、お題出て、そなんかあの例えば右手何色とかっていう、うん、右手で赤色出たら、あ、そうそう、赤い、右手で赤色タッチしてみたいな、いいですね、そうそうそう、やりたい、なんかのしかかり合ったりみたいな、でも意外とマジでちょうどいいかも、あのチャンネルそういうなんか緩いから、緩いっていうかゲームとかゲームとかでやる感じの、あ、じゃあじゃあいいじゃないですか、じゃあじゃあそれやりましょう、なんで好きなんですかそれ、まあ元々はそういう男女の振り合いで、振り合いで好きになったわけだ、まあ、え、そっちだった、まあ、そのきっかけは、ね、男女の振り合いであれ本当にあんの、いや昔はね、なんかそういうのありましたよ、その、そんな合コン、まあ、合コンとまでいかないけど、そういうところでやったりとかしましたけど、密接できるってこと、そうそう、なんかそのポップに密接できるっていう感じね、その、うわ、すごい未知だ、うん、未知の世界、うん、やったことないもん僕、そのポップじゃないやつでも、ポップじゃないっていうか、うん、普通のゲームだとしてもやったことない、だからそれは多分ほんまに多分そのもうあのちゃんの時にはもうそのちょっとあれなんかな、ちょっとそのエロがちょっと強すぎる感じのイメージになってもうたから、うん、でその合コンでそのやって、うん、その後どうするんですかその後、いやそれ私の場合はそんな何もなかったけども、うん、そのただただそのやっぱ
運もいるからね、なかなか触れ合わずに一人だけが動いてるタイプあるから、うん、そうあるからやっぱり、そうそう、それってやっぱ運だから、それ一番恥ずくない？そうそうそう全然密接できずに一人でなんかこんな変な体勢じゃない、そうそうそう、そのパターンはあるから、なんかそこでカエル顔起こしそうだし勝手にね、その横で見てて、うん、やかも、そうだから二人別の男女がいい感じに触れ合ってるところで一人やだ、そうそう、一人なんか逆ブリッジみたいな体勢やってみたいなパターンとかもあるから、それやだ絶対やだ。でもクワプロさんってそっち立場にいそう、そのなんか遠くからなんかよだれ垂らして、そうそうよだれは関係ないやつ、なんかそっちのなんかなんだろう、あ、その人のやつをあの羨ましく見る方に行ってまいそうね、それじゃなんか行っちゃいそうな気がした。この間の話聞いてたら、その恋愛話聞いてたらね、うん、確かに、いやいや、でもだから頑張ろうと思って今はね自分は、うん、そうそうそう、いやいい、ぜひやりましょう、いやお願いしますよ、うん、この、うん、でそまあね、だからその、うん、お尻は硬いですかっていうえそんな話してた、そんな、そのなんかナツさんも来てくれたんですけど、うんうん、ナツさんすごいお尻が硬くて、いやそれはなんか聞きましたよ、うん、確かに、でこれマストなんで、その聞くのが、うん、あ、もう来てくれた人に聞くのがってこと、うんうん、え聞くというかその、うん、なんか実証、はい、実証する、実証、うん、あえそれを触るってこと、はい、僕はやむり NG なんですけど、え私がそのアムちゃんの触るのが NG ってこと、はい、えそれって不公平ってことよね、それはダメです、それはダメなの、うん、あのじゃあ硬くないってこと、硬くないのでダメです、あ、硬い人に触りたい、硬い方がいいってこと、あのちゃん的には、そうそうそう、うん、あどうでも私どうなんですかね、そのうん、どうじなんか実感とよく硬い自信があるかどうかっていうこと、いやそれはそうですね自信はないかもしれない、今日もしかしたら思っ硬そうに見えてると思うの、多分、うん、その硬そうに見えてるぐらいの硬さはないかもしれない、うんうん、なんか力強そうに見えて強くないパターンだ、あまあまあまあそれはちょっとちゃうねんけど、力は強い、力は強いねんけど、あ鍛えてるって、うん、ジム行ってるって言って、最近ちょっとジム、ね、ジム行ってるから硬いかもしれない、うん、あ確かに、うん、まあ人より硬いとも自信、まああるっちゃあるかもしれない、いいですか、はい、これはこっち、私はそっち、あこっちに来てくれるんですか、じゃあここで、え、館長でいいんですか、館長で何でしたっけ、ここじゃあこうやります、あ、硬さを確かめ、確かめる方法が私の思ってた感じじゃないんですけど、なんでなんで、ちょっと待って、こう触るだけじゃないってこと、両手でお尻のここの柔らかさじゃなくて、はい、そのお尻の間の硬さえちょっと待って待って、さあ、え、ナツさんとかそんな話やったってことですか、ですえ知らんかった、え、そうなの、うん、じゃあ この服装でいける、それじゃあ行っていいですか、うん、いけるんでしょ、はい、せーの、はい、おおなんやこれなんですかこれ柔らかい柔らかいかい何これ、柔らかかった、全然よ、え、お尻とお尻の間のところがどこ、お尻Yeah.
あの兄。泣いている子供あのちゃんと放っておけないクマプロマン。うえーうえー、お嬢ちゃんどうしたんだい。お腹が空いたよ。うえー、そうか、お腹が空いたのか。じゃあこれをあげよう。プチ。これは何？私のもみあげだよ。ほらお食べなさい。でもクマプロマンのもみあげがなくなっちゃう。安心するんだお嬢ちゃん、私のもみあげは一生なくならないんだよ。ほらもうこんなに生えてきたんだよ。ひひひー、化け物だ。アノのオールナイトニッポンゼロ、また呼んで。アノです。今夜ゲスト引き続き熊本プロレスです。お願いします。いい声ですね、やっぱ。ほんと嬉しい。めっちゃいい声。そう。僕結構似てないかもって思いました。いやでも今はじゃこっちも意識しては喋ってやるかな。いやめっちゃいい声です。声優とかめっちゃできそう。いや無理やね、噛むから。でもさ、それやり直せばいいじゃん。そんな何回も。演技とかやんないんですか。いやできないよ、だってそんな。何回も失敗するし。ああいうの MV は出てるもんね、でも。そうですね。一緒のね、ザンボ御殿で出させてもらった時ね。それは、だからその、まあ、演技というよりはもう自分自身の感情でっていう風に言っていただいたのでできましたけど。そうなの。やりたい願望はちょっとあるけど。いや、そうね。それあるけど。いや。声がマジ、キャラクターとか、まあ、例えば熊のキャラクターとかで、とかも全然ありそう。マジいい声してる。目覚まし時計に吹き込んだのか。怖いや、いい声です。あ、嬉しい、ありがとうございます。てか何歳ですか。あ、私は34とか。34歳、4になる年とかです、ね、相方さんもですか。相方はちょっとあの言ってないから。なんでだよ。ちょっと私勝手に言ったらもうほんまめっちゃ怒るから。そうなんだ。なぜか非公表。そうなんです。珍しい芸人さん。そう。でもたまになんか情報番組とかに出ると勝手に出されてたりとか、そこはねやっぱ吉本やからね、徹底されてない。そう。徹底されてないの。徹底しないと意味ないから。そう、うん。出身はどこですか。もう何も知らなくて正直その情報。出身はね、あの兵庫の神戸。へえ。そうなんです、そうです。お金持ちのとこ？まあまあそのね、芦屋って言われてるところはありますけど、私のとこはそんなことない、全然。そうそう、海と山とあるちょうど間ぐらいの。そう。兵庫に海と山あるんだ。あ、両方あるんですよ、兵庫は。そうなんだ。そう。でも関西の方ってこと。そう、関西はね、関西が出てなかった？出てる、関西人でしかない。でしかない。いや、まあそれはそうだから全然そうだけど。本名は僕の予想はユリカでしたけど。ユリカ予想？うん、熊本ユリカ。いや、ほんまに？マジで適当ね、さっきの。いや、もうめちゃくちゃ惜しいよ、すごいよ。嘘。何？私熊本ユリエっていう。すごいですよ、これは。これマジか。すごくない？悔しいと思ってるの、今一文字、うん、すごい、あれやね、プロフェッショナルね。今のそれでもすごいのに。当てれたかもしんないじゃん。ゆりえ？ゆりえ、そう。うわ、えか。そうね、嬉しいね、ゆりかか。当てれたじゃん、じゃあ。なんでプロレスになったんですか？いや、プロレスっていうのはあのやっぱ見た目的にも舐められたくないっていうのがあって、そうで、あの同期に、その元々バターのりえという名前でやってて、今つみきっていう名前でやって、同期の子、その子につけてもらったという感じでしょ。へえ、そうなんだ。強そうになんか思われてるんですよね。ぴったり。そうでもしっかり着すぎてるもん。しっかり着すぎてる。だからその聞かれないでしょ、本名なんですかなんて。そう、まあそうですね、なかなか。そうですね、誰も気になんないもん。あ、もうプロレスっぽすぎてってこと。めっちゃいいもん。確かに結構プロレスって呼んでくれる人もおる。だからその熊プロって言ってくれる人もおるし、プロレスっていう。めっちゃいい。あ、嬉しい。笑ってるよ。そう、芸人になってから最初からですか？
あでも最初はもともとはあのピンでやってた時とかはあの女房熊本っていう名前で始めて、え、女房、あそうそうそう、ああ女房熊本がその熊本プロレスの一個前か、であの NSC 養成所入ってる時はもともとお肉屋さんでバイトしてたので、うん、そのあの肩ロースゆりえっていう名前になってて、そうなんか肉の話だけで売れる、なんか漫談とかで売れるみたいなこと思ってて、そう、そう、むずいね、すごいむずい、そんなこと無理やから、うん、もう急変えて名前、そうそうそう、じゃあ今めっちゃいいわ熊本プロレス、そうそうそう、熊本プロレスは強そうでしょ、なんかそういうのめっちゃ憧れます、どういうことその強そうな感じ、なんかまあカタロースユリエでしたっけ、なんですユリエ、カタロースユリエとかプロレス熊本、熊本プロレスみたいななんか別のカタカナが組み合わさってるやつがやってみたい、おお。あ確かにあのまああのちゃんだってずっとあので、ね、あのでしかも2文字で短いから、うん、確かになんかなんだろうな、あのちゃんとかだけど、うん、何々あのとかあの何々みたいなそのカタカナがつきたい、カタロースとかちょっとつけてもらっていいですか、何でもいいんで、カタカナで、カタカナなんか似合いそうしっかりくるやつがいいの、熊プロさんみたいに、あ熊本プロレスあのカタカナみたいな、あのちゃんカタカナパッとハンガーあのとか、ねえやだハンガーあの絶対やだ、売れない、ハンガーあのやだ、いやカタカナがあんまパッと思い、クローゼットとかのがまだクローゼットあのね、うん、確かにね、ごめんごめん、それもやだけどよくない、よくない、なんかちょっとカタカナがあんま思い浮かぶ、あのって多分つけれないんですよ、もうあの何々になっちゃうんで、確かにだからちょっとうらやましい、いやでもそれで言うともう絶対誰もがあのちゃんって呼ぶ、そのあのちゃんって呼び方以外ないじゃないですか、っていうのはめっちゃいいなと思ったら呼び方がバラバラにならないから、確かに確かにちゃん、うん、相性が、ね、そうそうそう、あのちゃんって、いやでもそのいいですね熊本プロレス、そうそう、しかもあのちゃんって先に言ってまうとこっち困るところもあるしとかもあって、そのなんかあのちゃんさんとか言わなあかんとかなったらあれやから、めっちゃそうそう、あのちゃんっていうのめっちゃいい、全然あのちゃんで、あのちゃんね、うん、それで熊本プロレスという団体に入れてあげても別にいいし、え団体があんの、あごめんなさい、今間違ってました、ごめんなさい、僕結構信じちゃうの、ごめんなさい、そうなの、芸人さんの冗談をごめんなさい、ごめんなさい、それはちょっと間違って、そんなあるんだとか言って入りたいとか思っちゃう、ごめんなさい、全然冗談というか嘘をでもマジいいですね熊本、なんで紅生姜は紅生姜なの、紅生姜は本当にそのもうあれ関西ね、大阪でやってたから、うん、その関西の人に愛されるようにっていうので、そうそうそう、素敵由来で、しかもなんかその私はなんかその一発でちょっと女性コンビって分かる名前がいいなっていうのもあったので、なんか紅ってやっぱそのなんかねちょっと赤い感じがちょっとあるからっていうので、うん、紅なんか紅サソリか紅生姜かで迷ってんじゃって、うん、紅サソリの方がちょっと強そうではあったけども、うん、そうそう、紅生姜にして関西の人にって言って、そうでもその紅生姜食べれないから結構ね困ることがあるというか、やっぱ食べれないの、そうそうそう、あとなんかたまにねこう天ぷらさんとか行った時とか、あ串カツ屋さんとか行った時とかに、あ紅生姜であるでって言われた時の対応がまだ正解見つかってないから、確かにあってしかないから、稲田さんはしゃべあ食べれるんですか、稲田さんもねそこまで好きじゃないのよ、そうね、じゃ困らない、困る、結構なんか差し入れとかでももらえそう、もらわないえもらわない、そんな生物は差し入れ、紅生姜が結構あって言われないけど、まあ誕生日プレゼントとか友達とかが、うん、そういう紅生姜パックくれるみたいな、そういうちょっとねちょっとした ボケみたいなのはあるけれども、そそんな困るか、差し入れはちょっとあんま確かに、うん、口紅はもらう、あプレゼント、あ口紅は、はい、もらいますよ結構、いやだから僕さっき CM 中も聞いたんですけど、うん、その口ペルなんでそんな真っ赤なんだろうって、ポスト食べたいやえポスト丸ごとそうや、え、あの一番でかいやつ、どこのですか、どこのポスト、どこのあの初台駅の初台のポスト食べてそんな赤くなっちゃう、そうやそうやん、うん、怖いペニーワイズにしか見えんえでもそうだからどこのリップ使ってんのって聞いて、うん、そうなんかこだわりはあるみたいでしたけど、そうそうそう、だから、まあ、一応そのなんかあの
最初はなんか水原希子さんのモノマネをするのに赤いリップつけてみたいな感じだったんですよ。待って、どういうこと？きっかけは。待って、水原希子？はい。なんでそうやってなったの？モノマネしようってなったんですか？似てるから。似てない。全然似てない。いや結構似てるって、ね、言われてたんですよ、もともとは、ね。嘘だ。本当に本当に。え、どんなモノマネですか？もう顔マネ？え、もうこま基本ちょっと見た目やね。そうだからラジオだとちょっとラジオだとちょっとごめんなさいできないんだけども、なんかその水原希子さんらしい感じでやったりとかじゃなくて、こう歩いてきたり、あ、でもそういうのをやって、うん、まあなんか一言言うみたいな感じの、そういうのでや、いや昔昔がもう何年ぐらい前ですかね、それぐらいにちょっとやらせてもらってて、その時から赤いリップを乗り始めたんですよ。そう。そのもみあげのまま？そのもみあげでやってはないかな。そのあのちゃん、あのちゃんもみあげに注目してくれてるかもしれんけど、まあ、このもみあげはあったかな、もともと。はい。それ、そう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 。だから聞こうか。似てないけど、あんまり。いや、そう、まあ、言うねんけど、似てて、その当時はね。そう。似てたんですよ。え、もともとこう、スラッとしてたんですか？いや、まあ、まあ、そうよね。その、まあ、小学校の時とかはまあ肥満クラブっていうの入ってたからまあスラッとはしてなかったけれども、何肥満クラブって、何肥満、え、小学校であのちゃんの時なかったかな、その肥満クラブないよ。あのちゃんと私より一回りぐらい違う、うん、そうね、そうね、あ、じゃあないかも。肥満クラブってさ、うん、その全員が、え、肥満って何、全員で肥満、まあ肥満ってその言ったらちょっとなんで体脂肪率とかがその標準の基準よりちょっと超えてる、こうだから私が、そうです、小三、小、そうそう、だから、うん、今はもう絶対ないし、うん、もう今やったらもう大問題になるけど、うん、その当時はなんかそこまでまだ言われてなくて、うん、なんか小3の時とかに、体重測定とか身体測定やって、うん、結果が出た時にちょっと危ないなっていう子は、うん、その終わりの回やるよ、ね、最後授業終わった後の終わりの回のところで、うん、今から、名前呼ぶ子たちは、今日から肥満クラブですって言われて、名前呼ばれて紙渡されて、で それで肥満クラブっていう所属になって、で放課後なんか保健室行って、そのなんか運動するとかではなくて、なんか紙配られて保健室でみんな座ってね、なんちなんかのケーキとかなんかドーナツとか書いてるところ、ケーキ、バツとか、ドーナツ、バツとか、そう、筆記でそういうのやってたのよ。そのなんで筆記なんだよ、運動しろよ。フリーのなんか男の子たちがなんかご飯食べてる絵みたいな、なんかそのね、フリー素材のねなんかやつとかが書いてて、良くないとかなんかそういうのね、良くない、食べ過ぎたら良くないですよみたいなのをまあちょっと勉強するみたいな、そうそうそう、そこの地域、なんかそこの地域がないと思われてるってことだって、その頭の頭脳がない、いなんか、まあ、今一度みたいなことなんかもするけど、今一度確認、再確認しましょうみたいな、砂糖がちょっと多いですとかね、そういうね、面白いみたいなのがあって、まあまあもう、そうそうそう、もう今はもちろん絶対全くないと思うけど、クラブみたいなありましたね、小学校の時。そう放課後集まってみたいな、うん、そう、みんながドッジボールとかねしてるところでそういうのちょっとだけ行ってみたいな、うん、そうそうそう、ドッジボールした方が痩せそうだけどね。そうなのよ、それそこはほんまにそうなのよ、マジか。だからちょっとずっと、そうね、ちょっとずっとボリュームはあったかもしれない、うん、うん、そうそうそう、ヒマンクラブ衝撃。僕はギネスクラブでしたよ。ギネスクラブ、うん、学校のギネス作る、すごいね、クラブ入ってました。なんかちょっと最近な感じがするな。え、そうですか。でもなんか鉄の棒あるじゃないですか、こう縦の鉄の棒とか横の鉄の登り棒、そう、登り棒とかにぶら下がる時間みたいなのでギネス取ったりしました、学校で。それってちなみにどれぐらいがギネスになるの、一応。あ、でも3時間分授業ぶら下がってました。ずっと昼休みから、あ、昼休みまでかやって、それは授業はみんな授業受けてるところで、そう、みんないないの、いないけどぶら下がって、でも昼休みにこうギネスクラブの子たち来て、うん、ギネスだおめでとうってなって、あの、記入してもらえるの。それは学校だけの ギネス、なんかそのもちろん学校だけですけど、すごい、だって 3コマ分って言うと、まあ、2時間半ぐらいはあるよね、うん、2時間半ぐらいはぶら下がってました。すごい、そう、えー、そう、そんぐらいやる
そう肥満クライブよりもなんか問題な気するもんだけど、なんか手ベロベロなんじゃん皮とか。あ、いやでもまあ豆はすごいできたけど、ね、全然まだ前体重も軽かったし。いや待ってすごっ。そうそうそう。あ、そうなんや。そう、よっぽどそんなクラブなかった。すごいな。うん、ビジネスクラブ、肥満クラブはなかったです。そのまんだか対局にいるよね。そうね、肥満クラブもギネスクラブに入った方がいいし、うん、そうね、すごい。え、毎回じゃあそういうギネス作る何かをやっていく。あ、そう、なんかグッズ飛ばしとか、そちっちゃいことでもそう。あ、なるほど、なんか切る、だからその隙間をのないやつをギネスがないやつをってことの。くだらないクラブ。すごい。 お互いね、それは、うん、でどういうこってした、学生時代。学生時代はでもそれこそ本当にその肥満クラブがあって、うん、でやっぱもう小学校の時からもうやっぱなんかちょっと細いとか、まあ、ちょっとぽっちゃりもあったし、うん、だから可愛いとかじゃなくて、うん、なんかちょっと面白いとかでモテようみたいな、もう男子のことはめっちゃ好きだったから、へっていうので、その小3ぐらいから切り替わって、そこまですごいシャイな子やってんけど、そっからなんかその終わりのクラブでパッと手挙げて、なんかあの慎吾ママのオハロックってね、当時すごい生えてたの、香取慎吾さんがやってたやつあんねんけど、ちょっと恐れ踊らせてくださいって言って踊って、うん、で踊ったか何って感じやねんけど、うん、その踊ってちょっと注目浴びてみたいなんから、明るい感じにシフトチェンジだ。そうそうそう、めっちゃ邪魔、まあめっちゃいらんかったもん、そんなみんなの終わりの時間をめっちゃ無駄にはしてるから、うんうん、めっちゃ邪魔だと思うけど、そういうのからなんかこういろいろこう男子に好かれるように、なんかそのみんなが給食とか食べてるところになんかパン持って行って、うん、なんかちょっとさ、パンって結構憧れの存在やったから、うん、そうみんな給食食べてて、うん、なんていうの、お弁当食べてたらパンってすごい羨ましい存在見られるから、うん、その横の隣の子に、パンなんかもう余ってるけどいるかとか言うと生きてそう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 、あのもうだからそれが男子がこう食いついてくるってもう幼いながら実感とってことですよね。あ、そうそうそう、そういう感覚で、うん、え、その小3時とかにはもう好きな人とかおったの？いないです。あ、恋愛とかまだしてなかった？全く。もう小3で僕結構もう小2のクラスでもうみんなこう鉄のパイプとか持って、うん、こう歯から歯っていうか口から血出てるタイプのクラスでした。ちょっと待って、どういうクラス？え、ちょっとね、いや僕あんま言ったことないよこれなんか結構やんちゃやね。やんちゃというか、小学校2年生で、うん、なんかもう本当にもう髪の毛とかもうみんな引っ張り合いみたいな。それは女の子も男の子もみたいなこと。女も男ももうそういうの、ま、なく、うん、男が女の髪をとかもあったし、まあ、当時はそうでも女が男のなんか、うん、口から血出したりとかもやっちゃったし結構問題児のクラスではあったでしょ。先生がおじいちゃんで、あ、なるほど、ね、でも成り立ってなくて、うん、お菓子とかも学校持ってっちゃダメなのに先生が持ってきたりジュース持ってきたりしちゃうから先生がマジ授業になってなくて、へえ。で、小3とかにはもう、うん、なんかその調子え、その学校にギネスクラブあったんや。ありました。なんか全然一緒じゃないねんけど、なんかなんか、え、ほんまえ、3個もずっと暴飲ぶら下がってたんや僕はそのめっちゃ殴ったり張ったりしないから。その棒じゃないね、さっきは殴ってた鉄パイプは違う、登ってた棒じゃないね。違う棒です。別の棒やね。違う棒。
女子大生シンガーあのちゃむのラジオが見られるのはライブ配信アプリの17だけ。誰でも簡単に無料で楽しむことができるんが、オールナイトニッポンゼロ、ぜひ17でも楽しんでくるめんす。アナのオールナイトニッポンゼロ。あの兄、インコあのちゃんと飼い主の熊本プロレス。おはよう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 。もうちょっとうまく喋れんかな。おむすむすん。喋った。あののオールナイトニッポンゼロ。すいません、もすいません。めっちゃ謝るやん。そんな情報は絶対どこに持ってくる。熊本さんが、ごめんなさい、あのです。あのですじゃないの、ほんまに。なんかじゃあ熊プロさんが常に性行為してる状態みたいな。ちょっとどういうことマジで。何急にわけわからん。急に何言ってなかったっけ。これ今放送入ってるんですよね。これ今これ放送ってるんですよ。で今放送の放送あって入ってるんですよね。もうちょそんなどこからの状態違うんですかじゃなくて、常に性行為どういう、どういうことそれ。どこで見たのか教えて。そのえ違うの？違う、え、性行為ってのは私が思ってるあの、え、あの行為、あれですよね。サガーって感じ、せーの。え、ちょっと違う。どういうこと常にって。え、普通ですか、じゃん。普通、いや、それ普通というか、その、その、あれよ、その、性欲が強いんですかとか言われたら、まだあれやけども、常に性行為をしてるかと言われたら、それ見たことないでしょ、そんな。違う、なんか。一人でできるようになってないです、私何もかも。だから、最近いつさ、こう、エッチしましたって言ったら、うん、今もってことじゃなくて。いやそう、今思ってたことじゃないです、はい。だってそんな私今あのちゃん以外にそんな質問されたこと一回もないので。マジで、ね、僕夢かな、ね、夢で見た。どんな夢見てんねん。え、私が、え、あのちゃん、私今、まあ、私が、え、常に、え、いつエッチしてますかって、いや常に性行為してますって言ってる夢を見たってこと。そうそう。どんな夢じゃん。違うんだ。あ、でもそれ知れてよかったね。その結構その感じだと思ってたんで。違う。あやんか他の部分でこう言うとこでした。危ないよそれは私、うん、いやそれは常に成功一応らしいですって言うとこだったが良かったです。そう、うん、やっぱ相手がいることだから、やっぱそれはね、だから相手が いて、うん、っていうこと。その今もそのそういうこと。私が進化してその新しいその一人でも性行為できるような状態になってるみたいなことじゃないっていうことね。そういうことじゃないっていうことね。今はじゃあこうしてないですね。今その、まあ、そのしてないっていうのもちょっとあれですけれども、してない、できてないです、はい。あ、じゃあよかったです。よかった。よくはないやろ。
何話してるの。いや、すいません。はい。で、まあ、ちょっとこのパジャマ。はい。パジャマの、パジャマ。そんなことより何よりパジャマ作ろうって思ってるんですけど、さ番組のね、どんなパジャマがいいと思いますか。いや、そう、じゃあもうすぐ脱がされるやつがいいんじゃないですか。すぐ成功、はい、いつでも成功できるよ、はい、できるようなそれはあのちゃんのやつとかいつもボタンめっちゃついてるでしょ。はい、でもマジックテープとかの方がいいんじゃないですか。それはやだ、僕マジックテープのパジャマ絶対やだ。いや、その見た目はボタンでいいやん、ね、その見た目でそのこのグルッじゃなくて、パジャマとかみたいな感じのもうガッと開けれる、うん、まあこれはね、まあその別にしなくてもそういうありがたい人もおるしね、うん、私まあ成功に最適っていう知らんでこのパジャマの話そんな、みんな熊プロさんの案だから、やっぱ成功を常にしてる熊プロさんの案だから常に成功して、確かにまあそれが一番いい、うん、いいじゃない、そうですね、エッチパジャマエッチパジャマ、それを須田まさきさんにも送ってくれるってこと。須田アナに送りますよ2着バカバカバカすぎる。あ、でも、まあ、簡単にするってのはいいかも。で、僕は実際にパジャマいっぱい持ってるんですけど、はいはい、持ってます、そのパターン。ああるんや、はい、マジックテープ、まあ、ちょ介護用なんですけど、うん、持ってます。あ、で、あの、あ、で、僕持ってる、あと下もそれです、うん、え、どういうこと下も、下のこう股、うん、まあ、おちんちんちんのとこは、うん、ちんちんって言うんだね、マジックテープです。マジックテープですぐ出る、チャックになってるってこと。あ、男性、マジ男性用を着てて、なるほどね。そう、で、うん、でも見た目がいいから買ったら介護用で、そのそこも出るっていう。なるほどね。あ、チャックじゃなくてマジックテープではって。エッチパジャマ常にというか今も持ってるので、それはでも楽っちゃ楽本当に。そうだって、ボタン結構めんどくさいでしょ。まあ、ボタンめんどいっていうか、まあ別に普段はめんどくないけど、成功の時はめんどいですよね。ちょっとすごい発言してるけどそれでもそれを言い出したらね、まあ正直そのこっちはめんどくさいけど、その男性からしたらね、あの外す楽しみみたいなのもあるかもしれないから、もしかしたらね、そうそうそう、そこもそうそうそう、マジックテープや、あ、相手の男性によるかなというところあるよね、うん、そのガッとどうされたいですか。いやいや、そう、私はそれはもう別、私は結構全然うん、全然、うん、そもそもまあシャツタイプじゃなくてもいいかなという感じは。え、てかパジャマ着ますか。パジャマはね、別に着ないね。何で寝てますか。いや、基本まあほんまに夏は裸かいや、エッチエッチ、そうね、ごめんね、裸かほんまにタンクトップ1枚。え、下は、下履かない。え、変態じゃない、そのタンクトップ1枚は。いや、変態と言えでも下着つけず、あ、そう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 、その状態ピチピチなんですか。あ、まあでも結構ピチピチやったりもするもん。そう、するでもまあ夏はね、そう、腕がこうグッとねなるでしょ、うん、その服着てるシャツの部分とかやと、うん、それがやっぱめんどくさいっていうのもあるので。あ、であんまダボダボじゃない方がいいかな。え、あ、いや、ダボダボの方がいいんじゃない、そのなんかあの、あ、緩い方が、そうそう、窮屈よりは。ちょっと大きめにしますか。そうですね、だから、うん、結構だからさ、まあ、そうか、サイズもだ、そんなパターンは何パターンか作るの、ね、あ、どうなんだ、どうしようか、ね、うん、じゃあメールも来てるのでメール読む、はい、あ、急や。ラジオネームポーションさんくもプロさん、この番組ではあのちゃんがメール読むとき、メール読むと言ってからメールを読み始めるルールがあります、はいはい、なのでパジャマのデザインにメールを入れるのもありだと思うのですが、くもプロさんどうでしょうか。パジャマのデザインにこうメール読むを入れるのもありだと思うって来てるんですけど。いやいや、でもそのあのちゃんのね、その確かにそのこのラジオのイメージで言うと、これやっぱだいぶあると思うから、なんか別にひらが、あのこのメールを読むでもいいですし、うん、なんかローマ字にしてもね別にいいしとか、かっこよくね。そうそうそう、だからそのメール読むってがっつりこうバッて入れるのか、こうそれこそ柄に、それを柄にするのか、どっちかで、うん、どっちなんだろうっていう。よく見たらメール読むって書いてあるパターンなのか。ああ、なるほどね。確かにまあそれはね、今言ったみたいにその異性とのってなった時にがっつりそのカタカナでメール読むって書いてんのはちょっとまあちょっと色気はないから、うん、確かにね。それはポップなんかちょっとわからんように、できるだけわからんようにしてくれた方が、うん、確かに。それかその
メール読むところに人、うん、なんかボタンのところで一なんですか、名 A で一つずつ外していくみたいなボタン一つボタンのところにメールってなってて、メール読むって、男性とかメール冷めるだろとかやったらまだなんか全然全然冷めちゃうでしょまあ入れるやったらいいけど、うん、確かにね、そのまあまあそういうもね、そのまあでもまあそうか、じゃあ土管よりかは柄っぽくってことですかね、うん、クマプロさん的にはだったら、そうね、私的にはその、うん、使いやすいかな、こっちはね、ありがたいかなって。まあ僕もその柄はいいと思う、うん、柄物好きなので、うん、いいと思います。色味とかも まだ全然決まってない、決まってないけど、まあ基本的にはあの寒色、青が好きで、好きな色、うん、青とか、まあ、グレー系が好きで。あ、なるほどね。あ、なんかそのあでも全然パジャマってやっぱね、そう落ち着く色味の方がいいから、うん、グレーとかしかも、うん、あれはサテンにするとかどう？あー嫌です、そのままであいいんかと思った今サテンはいいけど、なんか外になんか着るのが、あ、なるほど、あ、なるほどね、多分その外に着たい子もいて、うん、外に着るにはなんか嫌かも。え、この生地が相当、生地を相当こう高くいけるならそのまま現実的にそのみんながその1万ぐらい出して買ってくれんならいけるかもしれないけど、うん、え、私ごめんなさい、あのちゃん以外で外でパジャマ着てる子見たことないねんけどえ、結構流行ってんの今その、いやいや流行ってないです。あのちゃんのファンの子はでもライブとかで、僕のファンは結構います、ライブで パジャマで来る子がおるってこと。そうです。あ、まあまあそうか、それは、それはある。そうか、じゃあ家で着るならサテンでもいいのか。まあそうね、でも確かにサテンでも生地は選びたいじゃん。おお、うん、あ、ちゃんと素材を、素材確かにね、高だいぶ高になる可能性があるってことね。そう、うん、でもサテンはまあ気持ちいいしね。そう、いいかも。いい、私は結構、うん、サテンのパジャマだけ一着持ってんね。うん、そうそうそう、色気出ますしね。そうなの、そうなの、艶っぽくて。そうなの、そうなの、そういいですね、うん、サテン。あ、でもメリオムはねめっちゃいいですね。メリオムもいいじゃん、うん、ラジオネームクルーガーさん、クマプロさんは力強さを表現するために衣装のジージャンに肩パッドを入れていたそうです。肩パッド入りパジャマで力強さをアピールするのはどうでしょうか。あ、肩パッド入れてたんですか。もともとそうですね、あの大阪の時はあのもともと肩パッドじゃないんですけど、うん、そのもともと昔好きだった人にもらった、うん、あの冬用の靴下、あのモコモコの、うん、なんか部屋で履くモコモコのやつあるじゃないですか、うん、 あれを肩に入れた、その肩パッドでいいじゃん別に。いや、なんか肩パッドってちょっとだけ薄いなってなって、もうちょっと欲しいなボリュームがってなって、それも熊本プロレスっていう名前で舐められたくないっていうのがあったので、強そうに思われたいっていうので入れてたんですけど、なんかその肩パッドじゃないからやっぱずれてきて、うん、そう落ちてきちゃいますよね。そう、落ちてきて変なとこになんかこぶできたりとか、そうで一回なんかそのそれこそザ・ W 初めて出た時に、うん、それ肩何入れてんのって言われて、その元彼からもらった靴下出した時に悲鳴上がってそっからもうやめようってなってその笑かしたいのに悲鳴上がってきてなかったら、めっちゃ面白いけど、そうっていうのでちょっと外して、もう今は確かにね、強く見られたいんですよね。それはまあ芸人さんとしてですよね。まあ芸人としてというより、そう、まあ、まあ人間としてっていう感じだけど、そうなんだ。そう、強いっていうのはあるよ、なんか中の進化とかじゃなくて、物理的に強くその思われたいっていうのが、そう、じゃあそのやっぱり弱いとこは見せたか、力が弱いと思われたくない。そう、で今鍛えてるのも強いからってこと、ね、そうパンプアップっていう感じ。へえ。うん、本当のプロレスラーみたいなこと。そうそう、なりたいなという感じで、面白い。腕相撲とかを強くしたいなっていうので。いいです、かっこいいですね。それはやっぱさ、か弱く見られたい女のが多いんで絶対、うんうん、そう。あ、でもそこがまたポイントで、そのやっぱね、こう強くすればするほどプライベートでギャップを見せれるっていう、そういうこと。そうなんだ、ね、すごい。ギャップは確かに。そっか、じゃあそうプライベートでは強い感じじゃない、そういう面も見せるわけ、うんうん、わあ、やり手だ。で、あのちゃんね、結構作詞ですね、うん、まあ作詞か、まあ、結構使う、うん、頭使うのよ、結構ちゃんと戦略して、うん、そう僕は別にそんなギャップはない、まあ、そうか。だからあのちゃんはだからその、まあ、見た目とか別に可愛いけど、その別に芯が強いっていうのも全部出してるから、確かにギャップが、うん、
ギャップはな、ギャップ、その悪いギャップもないもんね、別に。ギャップないと、まあ、付き合ったら分かんないですけど、うん、でもギャップいるよ、うん、いるんですか、やっぱ、うん、いる、やっぱりちょっとね、その男を落としたりとかあんまできないんで僕。あのちゃんでも、まあやっぱあのちゃんが力強かったらそれはギャップかもしれないな。でもそれはこう缶の瓶とかそうそうガッと開けたりとかできないな。やっぱそういうの必要なんですね、うん、とかなんかこう例えば異性の人と喋ってた時になんか急に肩パンするとかさ、うん、肩パン、うん、なんかそういうノリとかなかった昔。あんまないですけど。ないかでも、まあ、僕より全然なんか教えてほしい、そういうのいっぱい。あ、そう、恋愛テクみたいなこと、うん、やっぱ恋愛の話聞いてた時も、うん、その夏さん家ですごいちゃんとしてた、うん、その恋愛がああ、うん、でもまあ結構経験的にはね、その全然あるかな、うん、そうそうそう。僕に足りないの何？あのちゃんに足りないもの、うん、まあでもやっぱその演じる、やっぱ数がさ、やっぱいい意味でめっちゃ数やんか、ずっと、うん、やからちょっと演じるっていうのは必要なんじゃない？誰が言ってんの？そのね、いい意味で全部見せてくれるから、あのちゃんは多分、はい、そのなんかさ、隠そうとせえへんか、その自分のさ、うんうん、なんかその可愛い子ぶろうとか言うのとか、うん、多分そういうの見せようとはしないと思うから、うん、そうそうそう。どうやって演じてるんですか？例えば。いや、だから例えば、まあ、演じるという、まあ、例えば、まあ、ご飯とか食べてたりとか して、まあ、演じるとかじゃないけど、これはなんか例えば、うん、あのわざとね、こうスプーンとか落として、え、そうそうそう、うん、これはまあ何人かおるみたいな感じだけど、うん、そう、スプーンとか落として、ほんで向かいにその人が座ってるとしたら、そのスプーンを取るふりして、その相手のその座ってるところからちょっと顔出して、いやみたいな、寝ちゃったみたいな、ニットじゃん、もう本当にもうペニーワン感じのこととか、なんかね、なんかそのあざといみたいな感じ、あざといさをというかね、その出してみたいとかね、そういう、あ、上目遣いね、キュルンみたいな顔をするってこと、そう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 、そういうこと、そういうこと、やってみますか？うん、や、僕にやってもらうますか？僕がやる？じゃあ僕、じゃあ一回、じゃあ私が見本見せて、そうそう、あの、そうそう、だから例えばじゃあパジャマの話全然すいません、はい、じゃ例えばね、じゃあこうやって今ね、こう、はい、まあ落とすでしょ、はい、で、あ、あ、あ、おっしゃったってなって、あ、あ、あ、いい、あ、いいよ、いいよ、私撮るから、撮るから、撮るから、大丈夫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 、ごめん、マジでヒット、このね、フォークわかる、ペニーワイド撮ろうとしてちょっと奥の方にやるみたいな、そういう、そういうこと、そういうこと、え、びっくりしちゃうないですか、それ。いや、でも体ごとこっち来てたからさ、いや、びっくりするというより、なんかその、あ、びっくりしたって、その吊り橋効果みたいなのあるわけよ。あー、ドキッとさせるのと勘違いさせるの、そういうこと、そうそうそうそれまだまだあるから、吊り橋効果、詐欺だよ、詐欺そういうのもあるよということね。あ、でも本当に一理あるかもしれない、そのドキッとさせるのは。あ、ペン落ちちゃった。あ、大丈夫、あ、拾うか、俺拾うか、あ、いやいやいや、全然いいの？え？全然。わ、かわいいやん。え？どこ行くねん。こっち来い。来たらええやん。ホテル行くか。そっちが言うかそれ。でも、いいかも。なんかそういうね、なんかその、あの、もう 今やらないようなこと、なんか昔はね。下も黒がちょっとすっ黒いんじゃない？
あのです。引き続きゲストは熊本プロレスです。はい、お願いします。ありがとうございます。メール読む。はい。ラジオネームマウンテンヒラさん。童貞 Y。パジャマのボタンを外すのが楽しみ。ボタンタイプで希望む。すごいもう久しぶりに童貞 Y。久しぶりに聞いた希望む。あーパジャマのボタン外すの楽しみだった。だからじゃあボタンはあった方がいいということで、やっぱちょっとそわそわドキドキしたいだって手震えながら外したいんよ。やっぱそうか。やっぱそういうそれあるな。童貞の意見だけど。いやでもやっぱいるんかやっぱボタンはね。でもさ童貞ってさやっぱあんま経験ないから、うん、こう楽しみたいじゃないですか、うんうんうん、そこの一つすら、うん、でもさ経験ある人って多分脱がすのめっちゃめんどくさいと思うんだよね。あもうそう、もうそんなことはもう、そう服も下着もどうでもいいと思うんだよね。その僕はもう思うけど、どっちにじゃあ合わせるかという、そう童貞合わせなのか童貞を切り捨てるのか、うん、そうそう、やりちゃんを切り捨てるのか極端、間はおらんけど間はおらん。ここのじゃあそのあのちゃんのラジオのリスナーさんがどっちが多いからね。だから童貞だろ。それやったらじゃあもうそっちじゃ、童貞か。じゃあボタン残しか、ボタンは残した方がいいよね。ラジオネームフェルマーさん。ちょうちんあんこうは小さなオスがメスにくっついていていつでも性行為をしているそうです。クマプロさんはちょうちんあんこうということでしょうか。パジャマにちょうちんあんこう入れましょう。誰がちょうちんあんこうや。え何の常に性行為してるんだって。いいんですよこの性行為 の豆知識みたいな。小さなオスがメスにくっついていて、そうなんだ。ちょうちんあんこう、小さなオスがってどういう、すごいな。確かに小さなオスがメス、ちょうちんあんこうパジャマに入れる。ちょうちんあんこうってどんな魚。ちょうちんがついたやつか。そうでもぽいですね、そのクマパロさん。ちょっと、いや今その状態ですもんね、だって。じゃ違うんですよ、だから私今もう、そう、その、すいません、なんか小さいオス、私にくっついてないのよ。その私にくっついてないです、キャウツが。くっついてるところ、ラジオもやってくれて。ついてないんです。小さいオスって何なの。そのあーまあでもちょ、まあ、なんかワンポイントね、まあ、メール読むもそうだけど、うん、ちょちゃんこをどっかに入れるという。そんな今日来た急になんかもっと今までなんかあったモチーフちょちゃんこじゃなくて。それやったら光るとかの方が嬉しいよな、ね、そんな。おそう夜な蛍光なんかいる ボタンところとかが、ね、暗くすると光るとかの方が、ね、いいですね、あの、うん、蓄光系の、そう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 、うん、ボタン光るそうが、まあ、一番あ面白いじゃないですか、うん、でちょうちゃんこでいつでも性行為してるよっていうそのアピールになるけど、そのねなんかそのちょうちゃんこイメージやったら、うん、ちょうちゃんこ入れるよりは光る、うん、めっちゃいい、そうそうそう、すごい自分自身がちょうちんあんこになる感じの、さすがやっぱ本人は違うね。ちょうちんあんこじゃないのよ。ラジオネームスターワインさん。パジャマの色はクマプロさんのリップの赤色を取り入れたクマプロレッドカラーのパジャマがあってもいいと思う。そんな急に、え今日一回来ただけで、私ええー、の鮮やかなクマプロレッドカラー、うん、あーいいじゃないですか赤。でも、まあ、赤がそもそもね、でも別にいい、うん、色やもんね別に。赤いいですとかワンポイント、もうワンポイントじゃないちょっとだけとか、ちょっとだけ入れてくれてるの。そうそうそう、口紅のやば、青がいいんで。そう、あそうやね、確かにそうやね。でもちょっとね、でもそのなんか口紅のマークとかちょっとだからまたで、ね、いい感じセクシーになるし、確かに、うん、うん、うわいいなあとはね、確かに、うん、こうかな。まあまあそれ、まあでもバリエーション出せんなら赤もあっていいしなとか。確かに何種類かっていうパターンやと、うん、そう。ラジオネームグルービーさん。常に性行為ができるパジャマを売り出していくの日本放送的に大丈夫なのですか。パジャマ作ろうって言ってくれた日本放送女子、泡吹いて倒れてると思います。確かにな。いや OK でしょ全然。いやいやそう、大丈夫大丈夫でしょ。どうやって社内通すみたいなこと。
いやだってさ、そうそう、隠せばいいじゃん、そんな言わなきゃいいじゃん。そうそう、そうなんて、うん、成功いパジャマって言わなかったら、成功いパジャマやばい、ね、タイトルでそんな成功いパジャマで名前で出すの、アダルトショップとかによってこれさえ着ればみたいな感じで売り出しても別に一緒どっちでもね、うん、その、まあ、裏テーマとしてあっても裏メッセージとしてね、うん、あってもいいけど、表向きはちょうちんこうパジャマとか、うん、そっちの方が意味わからない、ね、そんなでもいろいろありまして、ちょうちんこうパジャマで、じゃあもうそういうパジャマってことで全部裏も表も裏も表もでもその方が通るよ、日本放送、あ、うん、そういう方がちょっとそっちに寄せた方がちょっとぶっ飛んだ感じの方がってこと、まあ、ちょうちゃんこだったらいいですよって、ね、確かにね、うん、ちょうちゃんこは大歓迎ですって言われる、なんでちょうちゃんこなんですかって絶対聞かれるのあのちゃんそんな全然いけると思います。いやもうほんと光るやついいなって思った。いや光るのは確かに、うん、ラジオネーム藤原元スマブラ参戦さん、メール読むパジャマですが、ボタンを外すとこのデザインはメールの封筒みたいになってるというのはどうでしょう。色気があって、うん、なおかつメール読む要素も入ってていいと思います。なるほどね、メールのあのあれか、ここね、はいはいはい、あ、めっちゃいいじゃん。うん、ボタン外すとこのデザイン、あのさ、手紙とかのこの三角の部分ってことでしょ。どういうことなのかな。てかさ、ポッケそれよくない？確かに。ポッケはほんまや。ポッケのここをメールみたいにするのよく。めっちゃいいじゃん。あ、めっちゃいいやん。おぉ、このアイディアマジです。いい。確かに。うん、でもこの方のやつはそういうやつかわからないけど。でもまあこれの、ネットの砂倉先生のおかげで。まあ、これをおかげで、このおかげで、それよくない？いや、それめっちゃ確かに。うん、開いたら。うん。で、ボタン光らして、確かにね、要素すごいけど多いけどでもメールポッケつけ、うん、パジャマにもポッケやっぱあったら便利だからね、携帯入れたりその外にあるそうなの、ね、ポッケいらんねんけどな、だってそこにさ、だってティッシュ入れてもらってで洗濯してもらうとかもさ、あるかもしれんし、でもティッシュ使うじゃない。あ、なるほどね、だからメールのところも、うん、ちょっとそういうね、物入れれる場所にするっていうこと、ゴムとか、いや、私、なんであのちゃんの方がストレートに入れれる、こういうことね、なるほどね、メールの封筒みたいにして、え、これめっちゃ多くない、かマジで、クマプロさんのおかげでめっちゃアイディアみんなどんどん噛んできてるすごいいい感じには、確かにメールはめっちゃいい、めっちゃいい、確かにね、ちょっと本当に見えてきましたねほんまにいいんかあれですけど、確かにそれはめっちゃいいかもしれない、めっちゃいいよ、はあはあ、めちゃくちゃいいよ。ポケットのところはもうおのおのの使い道でっていうことね、うん、使い道はいろいろあるけど、うん、で現状まとめると、まあ、青っぽい感じのデザインで、うん、メール読むっていう、うん、よく見たらメール読むでしたっけ、どうでした、まあ、ガラになってるのか、ガラ、まあでもね、ポケットがもうメールやから、うん、そこ書いても可愛いと思うし、うん、そこにちっちゃくなんか刺繍とかでメール読むって書いてても可愛い、可愛い可愛い、手紙のとこに、うん、メールのとこに、うん、そう、細かいとこはじゃあ要検討だけど、それでメールのポケット、うん、でボタンが光る、ちょうちんあんこみたいに光る光るボタンね、ちょうちんあんこ、いやいや光るボタンがいい、あとはあと何でしたっけ、あとはそんなもんか、あとはその、うん、マジックテープではなくして、マジックテープも却下で、ちょうちんあんこ入れます、いやでもそれはでもちょっとやっぱり、うん、入れすぎなんじゃない、やっぱちょうちんあんことそうそう光るぐらいの方がいい、ね、うん、セクシーやなとなるかもしれないし、ね、そうそうそう、成功へ向きですね、全部光ります、それともワン、この中の1個だけとかにします、なるほどね、その1個光ってってるのか全部どっち、クマプロさん、うわー確かに、でもやっぱね、そのたどるってなったら全部光ってくれてる方がいいけどちょっとそのなんていうの、あの体温で光る温度変えるとかもできないから、その指の温度でその昔あったらなんかそういう感じのこととかできないのかな、なんか昔あってなんかあのコーンフレーク、なんかさ、スプーンで、なんか手で握ってたら色変わっていくスプーンみたいなのとかあって。温度で色変化するボタン。そう、色、だからそれが、それをさらに蛍光にできるかどうかが、
わからないけど、それ光ってきたらいける合図みたいな、ね、感じのこととかね。めっちゃいい、それもいいですね。それいいじゃないですか。とかね、あったら、そう。ほとんど多分一人で使うからね。自分の体を知ってどうするの。いやいや、わからないけど。私は使うよ。使わしてや。アノのオールナイトニッポンゼロ、アノのオールナイトニッポンゼロ終わり。今夜の放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができます。なお Spotify では本日の放送分だけではなく過去の放送アーカイブも独占配信されていますので、過去の放送を聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードしてぜひチェックしてみてください。17では番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。日本放送ではこの後4時30分からは上柳正彦朝ぼら今日をお届けします。アノアニ今夜の採用者はラジオネームクルーガーさん、ラジオネーム三浦康子偽物さんでした。ありがとう。はい、で今日はゲスト熊プロさんありがとうございます。ありがとうやね。どうでした？いやいやすごい、ね、本当のオープニングではパジャマを考えるために読んだんじゃないって言ってたけど、うん、パジャマのために読まれたかのようなぐらい、 いや本当制作に携わらせてもらいましたけど、うん、でもマジで本当はそのつもりなかったけどかなり進みました、熊プロさんのおかげで。僕一人じゃんもしかしたらそのちょうちゃんこは出てこなかったです、さすがに。いや、それはそっち分からんけどね。熊プロさんがこう常に成功してくれてるおかげで。できてないんやって。それでちょうちゃんこのね、この引き出せたので。いやでもめっちゃいいよね、メールのやつとかが最高やから。確かに確かに、メールね、うん、ここメールパカって開かなくてもデザインになってたりしたらいいと思います。いやいいですね、やっぱパジャマっていい。パジャマ、いやそのいやパジャマってなかなか着ることなかったけれども、そうそうそう、こなんかぜひ送りますので。あ、いいんですか、うん、ほんまに。もちろんもちろん、女子に広めてください。あ、いやぜひ広めて、全くちゃうもんが来たらもう今日言ってたやつ全部なくて、ちょうちんこ、ちょうちゃんこ一つもない。なんか青いやつが来たら、青い上下のいい感じのやつが来たら笑いますけど、はい、じゃあ楽しみにしてます。もちろんもちろん、ありがとうございます。じゃあメール読む、はい、ラジオネームはちみついもけんじさん、番組の重要ワード笑顔でまた会おうもう絶対入れましょう。あー、パジャマに最後はあの出会いがあれば別れもある笑顔でまた会おうって言うんですけど、うんうん、笑顔でまた会おうも入れましょうと。あ、確かにそう、そっちもあるんやったら確かに、どっちかというと、まあ、こっちの方がでも確かに。でも本当の本当、まあ、予算とか考えずに言うと、うん、そのメールでこう、うん、ペラってめくれたところに笑顔でまた会おうって書いたのが一番いいと思います。ああ、いや確かにね、いいじゃん、なんかメールこうやってめくったら笑顔でまた会おうって書いててほしい。確かに、うん、これちなみにジャンボさんが笑顔でまた会おうって、え、あ、そうなんや。最初初回ぐらいの時にジャンボさんが僕のラジオのなんかタイムテーブル書いてくれて、うん、
そこに勝手にこう出会いがあればこれもある映画でまた会おうって言ってんの。え、いやそっからずっと言ってるってこと、はい、えー、いい言葉なんで。確かに、でも、うん、笑顔でまた、あ、まあ確かにね、うん、ジャンボさんとはご飯食べますか。あ、そう、私もそう実家行かしてもらったのよ、うん、そう、あのちゃんもね、うん、結構行ってて、めっちゃ美味しかった、めっちゃ美味しかった、ね、エビチリね、そうそうそう、もうあのエビがね、私もねエビ大好物なの、そうね、1位やね結構エビ、僕も大好きです、いや私の方好きやね、そう、僕の方が好きです、私の方が好きやで、僕の方が好きやで、いや私が好きやで、俺の方が好きやで、エビならブチブチした感じめっちゃ好きや、エビのめちゃめちゃした感じ好きや、パリパリ全然私やらそうでも行きたいじゃん、ジャンボのとこ、いやそうですね、じゃあ、うん、それで行こう行こう、そのジャンボもなんか今パクリがどのこので、ね、怒ってるから、ね、いやあれ問題よあれすごい、あれかわいそう、あれはやっぱダメですか、いやあれ、いやダメというかそうね、えげつないことやなって、ね、本当に結構やられてます、そうそうそう、でもさ、エビをじゃあパジャマに入れるの、クマプロさんもエビ好きだ、僕もエビ大好きだ、確かにね、エビね、うん、いやでも海鮮入れんのどう、パジャマにあ、ちょうちあんことエビ入れるえ、でも僕本当に大好きなの、魚柄、あ、魚大好きで、あ、いや意味がある、確かに、あのちゃんが好きっていうのは確かに意味あるけど、だからいいじゃん、海のパジャマ、え、海のパジャマめっちゃいいんだけど、イエーイ、確かに青色でってなって、うん、海のパジャマがいい、ちょっと待って、そうで、もうメールのポケットとかも全くなくなるの、その光らしてやだって、後半ほぼそれ喋っててんで、それだってせっかくさ、その今ね楽しいやってんから、え、海のパジャマ、じゃあ海のじゃあパジャマに、じゃあ一個だけでもそれと肥満クラブって入れて、そうやったら、え、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん、待って本当にめっちゃいい、やばい、確かエビとかね、うん、あ、確かで青やからなんかいいね、海の感じも、肥満クラブめっちゃいいじゃないですか、え、全然、確かに中華系のね、うん、なんかかっこいい感じだけの感じも、ね、それよくない、うん、そっちにする、そのメール読むとかなくして、こんだけ送ってきてくれてじゃあ来週も来てもらっていいですかパジャマ会議のとこだけ、うん、いやもう来させて、いやマジでちょっとどうしよう、迷ってきちゃった、いいのがありすぎて、確かにそうか、エビ好きっていうのもあった、うん、ほんと、でももろもろ考えますけど、もちろんけど本当に全然いけるね、これ、はい、じゃあまた来週も来てください、ここまでのお相手アナと熊本プロレスでした、せーの、出会いがあれば別れもある、笑顔でまた会おう安野です、アナのオールナイトニッポンゼロ17限定のアフタートークです、今夜はクマプロさんがゲストに来てくれました、お疲れさーんいやめっちゃ面白かったです、クマプロさん、いやいや、あれじゃあ、ありがとう、そのいろいろね、パジャマの話も結構やっぱ聞いてくれるから、のちゃんがさ、いろいろ、すごいんだもん、だってもうでもほんとエビ食べに行きましょう、ジャンボさん家に、いやそうだね、そう、うん、あともあの、その性行為のことだけはちょっとやっぱきっちり訂正しといてね、本当僕なんだろう、訂正とか、そう、情報源だけほんまに どこかだけ調べておいてほしい、マジでね、多分どっから見たか聞いたというか、そう、人づてじゃなくて、うん、熊プロさんに聞いた感じ、うん、自分であのちゃんに言うてたってこと、最近いつエッチしましたかみたいに聞いて、うん、いや今してるでみたいな、違う、え、してるでってほら見てよ今してるねーって言うてた常にしてんねーこんなもんいやなんかほんと夢なのかな、なんかまあ情報源ちょっと、まあまあまたそれはね、確認取っときますけど、うん、確認いやマジで僕そう思ってたんで、まあちょっとあれですけど、もうおかげでパジャマも本当になんかね、最後新しい案も出てきたけど、うん、でも進展はしてるってこと、うん、でもパジャマがこれできたらもう本当にみんなクマプロのおかげでできたってなるから、本当今日はいい回だったと思います、本当ですか、うん、充実してましたか、充実してました、あ、これちなみにいつまでにとかあるんですか、確かに期限、うん、年内に作って、なるほどなるほど、じゃあまだちょっと時間は、うん、ゆっくりやろうかね、本当に、ま、ね、メール読むパターンなのか、うん、海の幸パターンなのか
全然違うけど海の幸の方は、ね、でも肥満クラブって言うと肥満クラブってめちゃくちゃいいですよ。でも僕が来てたらもう炎上しない？そのそうよなんか、ね、それは絶対に入れない多分あのちょうちあんこよりあかんと思う一番やつね。いやめっちゃ言葉がもうなんかポップでめっちゃいいです肥満クラブって。いやそうよねそのねこれねおしゃれやと思うよな。ラジオ聞いてたら勝手に作る人いるかもしれない。肥満クラブって言葉であるじゃないですか。こうサブカル会話であるんですよ、うん、こうなんか中野ブロードウェイとかに売ってるだからトレーナー生徒に肥満クラブとか書いて売ってそう、ねうんうん、本当にそんぐらい商品としてめちゃくちゃいいと思うんですよね。確かにそう私ちょっとボケて言ったのいやもうちょっとガチよちょっと入れられたらちょっと困る。めっちゃいいですよ。困るかもしれんけど。いやいや熊プロさんが逆に作った方がいいかも。なんかグッズで。あ自分で肥満クラブっていう。マジで買う僕それ。紅生姜のグッズで。あいいんですか私が。めっちゃ良くない。いや私は全然そのいいけれども。私はというか僕作りたいじゃなくてそれなんか。あのちゃんの方が気持ちめっちゃ熱い。そのヒマンクラブで。それが今欲しくなっちゃってるから。なるほどね確かに。まあでそっからだってヒマンクラブの活動してもいいわけですね。そっからね。そう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 。いいじゃないですか。確かにね。ああ確かに考えてなかった。ステッカーも考えれる。おお確かにね、うん。おしゃれにしたらね。うん。みんなでかっこよく。おおなるほどね。あんこだけはねちょっとこっちでちょっと使わせてもらいますけどあ、なるほどそれだだそう、ちょうちんあんこ使わないですよその本当に紅生姜で使わないでくださいね。いや使わないですしそのえ、なんでしたちっちゃいオスがちっちゃいオスがメスにくっついて常に成功してるって使わないでそれ稲葉さんから怒られるからその勝手に何このちょうちんあんこってなるえなんかやりたいってならないかなそれ作りたいっていやいやならないならない、うん、ならないと思うよ。でもなんか小さいオスこのくっつくっていうのはすごいやっぱいいと思うの。あのパジャマにもデザインとしてそれはどういうでも今そういうことですもんね。今ちっちゃいオスがついてるそうちょうちゃんの私今クワプロさんに私ちっちゃいオスでたくさんついてるアンコカラーじゃないですか服が今の、うん、これ茶色ちょちょ私今日ちょうちゃんこと来たわけじゃないからその今日私も初めて知った情報なのこのちょうちゃんこがこういう性行為の今じゃそのオスと寝てるってことですか、うん、ちょうちゃんこのいやだからそのあれあれこれあそれねうん、うん、小さなオスがメスにくっついてるいやだからそのやめてほしいなこんなんをさやっぱさ読まれてさ考えることでさ、うん、もう、ね、寝られなくなるのよこのね体熱くなってね熱くそのムラムラしててもそうやめてほしいななんでだよちょうちあんこでムラムラしないってそうだねいやまあでもまあ本当におかげさまでありがとうございますいやいや楽しかったですいやいやこちらも楽しかったまた来てくださいはい、うん、また呼んではいじゃあオールナイト日本ゼロは毎週火曜深夜3時から17でライブ配信してます。誰でも無料でスタジオの様子見ながらオールナイト日本ゼロの放送を楽しむことができます。いや、ほんとまた来てください。いや、ぜひお願いします。はい、というわけで、あのと、熊本プロレスでした。また来週、バイバイ。